はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ブレイブリーセカンド、前回の続きからやっていきたいと思います。とりあえず兄をとっ捕まえて、まあ言う大聖堂にいらしてくださいということで、まあ兄貴の死刑執行が執り行われるところですね。今までのその罪償う時が来たようだ。大聖堂へ向かいましょう。てかさ、これ防具とか結局買うのが一番いいのかな。これ弱っ。なんかちょっと装備一旦整理したい気もするんだけどな。多分金もそこそこあるんで。大聖堂も人いねえな、全然。おお、元帥がいい。お、とか元帥のジョブ欲しいんだけど。来たか。なんだ、沈黙してんな。窓台弁償させられるとか。これはこれは。解釈。あの聖騎士殿に解釈。では。何を始めんの。良いでしょう。あなたに準じたも今ここで。っていうかなんかさ、あれ。お入りください。実は生きてるんだよーみたいな。あやめ。クーフーリン。そうだよ、お前知らなかったの、生きてんの。ガイスト、レブラント、なんとは。まあ死んでるけどね、魂を固着してるだけだけど。ミレット、おめえ皇帝より神泉がいいって言ってたじゃねえかよ。ジャン、ニコライ、皇帝オブリビオン、あなたのお仲間は聖教が、私たちはそれらを、デニーゼネオルシア殿。しかし、こっちでけえな。聖騎士ブレイブ殿。心得た。なんだ、ん、何すんだ。きっと今ここにそなたの迷いとともに、聖教と公国が和平に至るのに時間がかかったように、この和平の輪に帝国が加わるには、帝国ってでもさ、帝国っていうくらいだから国だよね。ですが、始めましょう。なんだ、自治権はないよ、帝国に。さあ、ああ、これはあれだな、帝国と聖教騎士団、自治権を求めての戦いだな。肉も魚も野菜も果物も、これ結構せねえな。このテーブル3人って結構きつくねえか。見てよこのチキン、外はパ、ああ、それだけアルフレッド、イデア。イデアも、お前の分はないぞ。懐かしいです。アニエスと一緒に食事だなんて。いや、っていうか、お前のもないよ。ちゃんとアイス。うん。さすがおと。このお料理のレシピ。こんな怪物みたいなやつと一緒になる気はない。美味しい料理のレシピを覚えよう。まあ、僕年人なの。あれ、テーブルがでかくなってる。継ぎ足したか。ええ、デネオルシ。大根？本当に熱心なの。あ、アニエスでいいです。あなたには本当にありがとう。あ、いや、別、あなたは。そうだよ、そういえば魔王だ、魔王。全然戦ってねえよ。目的を果た。ええ、そうかもね。どうやって帰るの？まだまだ、そっか、そうだよね。でもほら、月に帰る手段がないの。は、それなら。ロータスって誰？言う。は、そうか、そ、いつでも来れんだろう。月と地球なんて。ジーア、久しぶりの我が家の味堪能したよ。こいつはどう思ってんだ。おお、アルフレッドは友好的だな。同じ格好してんな。せっかくだし、一緒に風呂にでも入らないかい。それはいいな。では。いや、アルフレッドさん。はや。兄さん。あ、湯船か。温泉に入ろうぜ。せっかくの兄弟の時間。え、邪魔しないで。そうね。湯船のお湯はまだあったんだ。はあ、ああ、
長い間こうして兄さんとそれがずっとごめんね。あれってかこれが敵いなくね。もうそんなこと気に病む必要はない。あ、そうだよ、この右腕を奪ったあの狐だよ。あいつ報復しに行かねえと。行くぞ。私のためを思って。お前その気持ちはほんしかし、あの狐野郎どこにいんだ。そういえばこうして兄弟が共にいられ、お前のせいだな。そうすると狐の、お前も行って、え、マグノリアと故郷の月に帰ると言っていたようだが、魔王倒してなくね。そうだよ、魔王がここで復活するんだよ。マグノリアが帰る。はてさて、そんな。ああ、でも勇気を出せよ。そう、頑張りべ。お、これはホーリーピラー。あれはバカな。ほう。イエー。おめえ入ってくんじゃねえよ。新たな敵が襲来したか。その割にはなんか平穏な音楽だな。回復はしてんのかな。回復してるな、アニエス。うん、胸騒ぎがするだけか。まあとりあえず行けますか。発進する。いざ浮遊城へ。あれ飛んでねえし。急げ。ここか。歴史は繰り返される。まさかまた。でも一体どうして上着脱いでるね。オブリビオン、デニー兄さん。そう。オートと。私はこの通り無事です。聖騎士殿に加え。ジャイアニコライまでもが、うんうん、まずは玉座の間に同感です。急ぎましょうみんな。浮遊城がホーリーピラーに入るとどうなんの。もう関係なくね。こうなんてどっちから行けばいいんだこれ。下から行ってみようかな。あーでもめんどくせえかな。上から行こう。宝箱もちょっと取ってないのあるけどしょうがない。何回浮遊城に来てんだ。てか浮遊城をどっから手に入れたんだ。作ったのか。あの宝箱がな、取ってないんだよな。どうやって行くんだ。下に降りる階段がねえかんな。ちょっとわかんねえな。ちょっとなんか言ってくかな。危険だぜ。あ、危険だぜだ。まさか魔王か、ここで。てか魔王の存在とかもよく知ってたな、兄貴は。お、なになになにこいつ。なんかすげえ一般人みたいな感じなんだけど。何勝手に座ってんだ、俺の椅子だよ。お、フローウェルのおばば様、どうしてここに。まさかまさかの申し訳ございません。脅されたの。気づいたらこうなっていたのでございます。脅されたのか。ごめんなさいごめんなさいごめんなさい。あ、こいつ喋った。ごめんなさいごめんなさい。なんかすげえ謝ってんな。なるほど、ちょこちょこ黒幕か。おめえか。あら、もう来ましたのね。アンネ、お前がこの二人を脅して。半分はいえ、クリスタルを暴走させた巫女の子ということで不安でしたが。おお、すげえな。全く問題あり。でも人間なんてちょっと親身に話す。あなたなら、そしてあなた、私の目的はたった一つ。ほうほう。そして月を平行世界の彼方へ消し去ること。あ、こいつは月が邪魔なんだ。さあ光よ、私の。てか何なのこいつ。させぬ。あ、お前の剣欲しいんだよ。ブローチが。なんでごとぶっ殺せよ。兄さん、すげえな、よくこれブローチだけ、こんなちっこいやつのブローチだけ壊したな。よし、これでもうやつは
しょんぼあらあら、あれだけ協力してやったのに。だからデザーでした。200年後の世界は。200年後の世界。200年後、道理でおかしいと思ったわただ過去だけはご遠慮願いたかったんですの。なので時空の羅針盤の設定値を、あーなるほどね、プラスにちょいっとやっ、貴様、あストップ。もしもし、お、ご主人様いるんだ。はいはい。どうした、誰と話しているんだなぜなら最強魔王ディアマンテ。お、魔王来た。What did you just say?お、ここに封印されていたか。あれ、ディアマンテって浮遊城と同じ名前じゃね。落ちるぞ。ようやく、よくこんな姿に変わっていたなんて。なるほど。危機を滅ぼしたマグノリア。危機でのあの恐ろしい戦いを思い出すと。大丈夫だよマグノリ。君は一人じゃ。今度は私たちが。僕ら4人ならどんな敵になって立ち向かえるぞデニー兄さんはもう蚊帳の外かみんな今こそふるさと。おいおいおい、デニー兄さん何やってんだよ。協力してくれ。お、こいつか。ディアマンってなんだ。もうイデアの強さがティーズの屋敷、そしてこの中、行くわよ魔王バスターの地下。なんだこいつ、なんかちょっと怖えな。間違えた。あと何を使ってくるんだ。一応エビで対応するやっとくか。補助魔法もかけてはおくか。エビで対応、なんだ残りミラー 100% って何。いってなんだよこれ、いきなり死んだぞ。どういうことだ。ちょっと待て、ちょっと待て。フェニックスの音が4つしかねえし。エビで太陽釣るどころじゃねえな。シンチュレーションってなんだよ。おお、いてていてていてて、エビで太陽釣りやっとけばよかったかな。マジ何を使えばいいんだかわからん。ケアルガで回復させよう、とりあえず。デスペル、マジかよー。いやーでも懲りずにちょっとフィジカルガードか、防御を固めよう、まずは。いや、いきなり強い敵に会ったな、ディアマンテ。だが、セイントの前では、いったー、ミラーに伸ばしちゃってなんだよ。なるほど、これで残りミラーを減らしていくんだな。残りミラー 0% になった。ほら、あれ、ミラー1段階修復。なるほどね。しょうがねえな、ちょっと。常に、ちょっと波動はいいや。マグノリア、どうしよう。死ぬ恐れがある。ケアルが。なんでだよ。おぉ、危ねえ危ねえ。ディスバージョン。おぉ、危ねえ危ねえ危ねえ。死ぬ死ぬ死ぬ。なるほど、一旦に一回ミラーが回復されんのか。これは常にちょっと。一人こ、うおー、なんだよこれ、何もできねえ。デスペルかけられてたっけ。一応ちょっともう一回フィジカルガードかけて攻撃だな。ちょこちょこダメージを与えとかないと。いけー、ほら、セイントの拳。あれ、ユウ動けなくね。なんでだこいつ。デフォルトしかできねえし。フレンド召喚できるけど、よくわからん。ケアルが。攻撃だな。
おらおらおら、やばい、自品だこのままだと。竜を攻撃して、ま、これいつ解けるんだよ。ちょっと待って、ちょっと待って、回復は必要だろう。地図もな、ちょっと一回ブレード使うか。いけー、おらおら、うは、残りミラーマイナスのマイナスとかねえのかな。おいける、これちょっともう使う、総攻撃を仕掛ける。隙間保護でフィジカルカード重ねとかないとな。こいつは攻撃でいいや。多分ティズが一番早いな。うん、しょうがない。いってクリティカルとかあんのかよ。よし、おお倒した。ヒットポイント、なんだ、変形しただけかもしや。やった感じはしないぞ。あ、崩れていく、大丈夫か。ほら様子おかしいよ。なんだよ、意味がわかんねえよ。4万か、マジかよ。あ、ミラーはでも回復してないか。ちょっと常に攻撃をしとかないと。指で対応する。ケアルガ、ティーズどうすっかな。デフォルトかけよう。ちょっとブリディアンシー、うわーマジか、つえミラー使ってくんのかよ。しかもアレイズだな。てかオートマジックパワー回復いいな。おらおらおら、シンチレーション、何なんだこの暴れん坊将軍みたいなのは。マグノリアはヒットポイントが減ってくからガードするか。あ、防御力がちょっと大丈夫か。いって、ほら暗い、超強いんだけど、何なんだこいつ。ちょっとこれきついな。ダメだダメだ、攻撃は常にしとかないといけないから、ブレイブ使おう。で回復させてじゃなくて復活させて、隙間砲フィジカルガードかけとかないと。かなりきついな。あれ、ミラー回復したか今。いや、それはそれで助かるんだけど。ああ、ここでミラー復活か。竜で攻撃して、マグノリアも攻撃して、まあ、こいつも攻撃だな。仕方ない。うわあ、痛い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 。どうする？これはもうちょっと、勝負かけるっしょ。こいつ多分最後だな、攻撃。ちょっと待って、もう一回。バイソンホーン、ウルフファング、バイソンホーン、ウルフファング。こいつももう攻撃に入る。これくらいなら減らせられるはずだ。月魔法、フィジカルアップもかけよう。もうフィジカルアップ重ねかけ。で、ケアルガも使って、フィジカルガードも使おう。よーし、こいつももう行く。最初ちょっとダメージ食らうからやめとこう。あれ、劣化の腕からやんないといけないんだっけ。もうめんどくさいからいいや。よし、これで倒せなかったらジ・エンド。おらおらおら、フィジカルアップ、フィジカルアップ、フィジカルガード。誰だ犠牲になるのは。うわ死んだ、マジかよ。おら、よし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 、また復活するとかねえよな。復活しやがった、マジ何なんだよ。あ、危ねえ危ねえ危ねえ、めっちゃ情報アップしてんな。クリスタルメール、やった、すげえもん手に入れた。コロニーレーザーで撃ち落とすしかない。もううるせえおめえは。無駄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 
するのです。さあ、僭越ながら私アンネが月に続いて月同様に地表を三日三晩火の海に。こいつの目的は何なんだ。今度こそ人まさかだが、こんな結末もいいだろう。償う時が来たか。お前の命をもって償う時が来た。時空の羅針盤を借りるぞ。借りるぞって返してくれんのかよ。これを使ってどこへ。時空の彼方。いいんだ、生きろ。そしてその手で頼むぞ。どっから出したんだよ。やってくれ。さあ、魔王ディアマン兄さん。消えてった。おお、第6章ブレイブリーセカンド。そりゃ今まで第5章だったな。すっかり忘れてた。これが最後っぽいな。そうすると、うん、お客さん。え、なになになに。お客さん、朝だよ。ほら、起きた起きた。勝手に起こすんじゃねえよ、俺客だぞ。だいぶ疲れてるようだな。モーニングコールやった覚えはないからな。もう少し寝とくといい。挙句の果てにそれかよ。起こしといてもう少し寝とくといいって。ここはどんだけふざけた従業員だこいつ。ではどこ。あれ、ここは。お、みんなマグノリア。ええ、まだそうだね。おお、月からの通信か。こちらマグノリア、ブラックベリー。やっとつながった。ルクセンダルクの魔王の反応が。ええ、ついに。お前は月のムーンフォルトの誇りだ。あ、月ってムーンフォルトか。これで月の船の修理が完了し次第。え、うん、いいえ、わかったわ。みんな、お前の帰りを頼む。どんだけ人口がいるんだ。こちらこそだよ。君のおかげで月に帰っちゃうの。そうだな。おや、みんな起きたのかい。おっさん。お、親父さん。ん、無事だったのかい。親父さん。なんだっけ、確か見覚えはあるけどもう忘れちゃったな。はい。お、うん、ここは僕が兄。この人はカールさんって言って。で、あれって何。おお、王様が君たちが目を。王様。王様ともお知り合いな。うん、早速向け。何かがおかしいみたいだな。おお、なんだお前。んなん分かんねえよ俺だって。もはや次へどこへ行けばいいんだか分からん。寝かしてくれ。100円か。まあいい。おお、そうだそうだ、こっから始まったんだよな、ブレイブリーデフォルトは。終わりの国ってなんだよ、すげえ不吉だな。てか人が全然いねえな。ここがカル…綺麗な街…うん、カルディスラってそういや飛行船で行けなかったんだ。あれ、いや、確かにここは僕、みんなと出会った今の今まで。あ、そうなんだ。いや、うん、燃やされた、たった今。そういえば俺も。どういう。やはり、お前。お、アナゼル。アナゼル。ああ、あの、そっか、お前が4人も抱えて逃げ込んできたのか。何、当然だ。うん、しかしなぜ今の今まで。話を聞けば、みんな、みんなこの国。あのヨーコとかいう小娘。あ、そうか、あのキツネか。あいつは源泉堂で確かにこう言ったんだ。もっともその時はあいつはまたどこかで。お前たちは聖騎士様やアニエス殿の判断を煽るんだ。勝手に動けないからな俺たちは。
お前は自由だな。いいな。アナゼル。何？うん。おお、カルディスラ。人が増えた、いきなり。お、元気か？ちゃんと仕事してっか？終わりの国？うん。誰が呼び出したのか知んないけど、そうなってたかんね。こっちはなんかあんのかな？なんもない。おお、飛び降り自殺はダメだぞ。この国が島ごと消えていたって冗談だろ？ああ、地図から消えてたのかな。お、そうするとなんか魔法とかいいの売ってそうだな。おお、なんか売ってくれ。だ、魔法揃ってなかったっけ、もう。揃ってんな。あ、時空魔法使いてえな、そういえば。おお、地図のことはみんな知り合いなんだな。あ、道具屋は大したもん売ってねえだろう。あ、ちょっとフェニックスの買い足しとこう。まあ、10個くらいでいいかな。あれば。んー、魔法瓶1個買っとこう。金あるし。テレポストもちょっと補充しとこう。OK。重要なのは装備だな。これいいの売ってるからな。ブレイブリーデフォルトでは最初の街だったのに、いきなりいいもん仕入れ出したな。敏腕の天使に変わったのかな。ルーンブレード。エクスカリバーよりは弱いな、さすがに。賢者の杖と、如意棒って何？あれ、なんか基本下がるな。はやぶさナイフって。イデアなんだ、あ、そうか、月か。マグノリアが弓、エルフィン棒。いや、弱えな。ハンマーナック、2しか上がんねえな。これちょっと金の無駄だな。あ、フランベルジュ。エクスカリバーより強いの。てか、なんでエクスカリバーより強いのが売ってるんだよ。5か。5ってどんくらい上がるんだ？なんか微妙だな。盾。盾はどうしようかな。とりあえず鎧だな。みんなこれ装備してるかんな。鎧でめっちゃ上がんな、これ防御力が。これちょっと2つ買っとこう。で、これも3つ買っとくか。ちょっとジョブを変えた時に装備するものがなくなる可能性があるから。サークレット、魔法攻撃力、これ1つでいいや。で、これ3つくらい買っとくか。これちょっともう1個買っとこう。あとこれだな、アダマングローブ。お、これめっちゃ防御力上がんじゃん。ちょっと1個だけ買っとこう。セーフティーリングと命綱は持ってるから、まあいいか。久々に欲しいもんが全部買えたな。装備を整えよう。ほい、賢者のロブになっちゃった、結局。ちょっと待って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 。このおすすめ防具の基準が分かんない。クリスタルメールにする、こいつは。こいつらはいいかな。じゃあ、賢者のローブとか光のローブとかで。シェルピタがいらねえな、シェルピタが。さっきなんか買ったよね。なんだっけ。アダマングローブだ。よし。こんなもんでいいかな。とりあえずじゃあセーブをして一旦終わりにするか。というところで、じゃあカルディスラ王国に来たところで今回は終了したいと思います。